介のワイド本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はい、どうもアリホンでございます。アリホンでございます。順風壇上と平野の二人の平野健介です。はい、渚しぶちでございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、順風を通して、うん、すっかり仲良くなりました。はい、劇団奇妙の和樹くん。はいはい、ああ、はい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 、実はね、はい、この間私名古屋でやっていた奇妙さんの公演あら見に行ったんです。あ、この間っていつでしょう。1月1月ああ、うん、そうか、はいはい、結構しょっちゅうさ和樹くん舞台やってて、うん、まあ、本当はね、大阪で一回やってた時があって、うん、関西演劇祭っていうのに奇妙さんとして出演してた時があって、はいはい、その時にちょうど俺ほらよく出張してたじゃない、はいはいはい、の時にも、そっち方面関西方面に行く用事があったから事前にあもしかしたらあれ関西演劇祭見に行けるかもよみたいな連絡してたんだけど、はいはい、ちょっとその出張がなくなっちゃってその出張自体がなくなっちゃったから、うんうん、ごめんやっぱ行けないわみたいになって、うんうんうん、でその時に、うん、今度は1月に名古屋でもやるんで、うん、もしよかったら、はい、で声かけてくれて、うん、あじゃあ次は行けるようにしますって言って、うん、本当にちょうどその奇妙さんの公演やってる期間に、うん、岐阜に出張する予定が入ったのでどうせ名古屋経由なの、うん、ちょうどいいですね。そうそう、うん、あじゃあこれはいいと思って、うん、ちょうどそっち方面行けるようになったんで行きますって予約して、うん、そうなの。俺だから順風以外の和樹くんを見るのは初めてで、うん、あっていうかその奇妙さんの公演は初めて。ああ、はいはいはい、そうだから結構、はいはい、あ見たことある。ありますありますあります。結構ねテンション系な感じで、うん、もうね高校生とか中学生とかにぜひ見ていただきたい。ああそうね、うん、そういうところに刺さりそうな、うん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 、それでね舞台に興味持っていただいて。ただ、うん、奇妙さんの、うん、演出は奇妙の方なんだけど、はいはいはい、本は実は鴻上尚史のエゴサーチっていう結構何度も上演されているエゴサーチ、まあね、はいはいはい、名作と呼ばれているものがあって、あちょっと存じ、それを、うん、まあ、要は劇団奇妙バージョンみたいな感じでやってたのね、俺も、はいはい、まあ、見るのはそれ初めてだったんだけど、だから、まあ、名作だけあってお話も面白かったし、はいはいはい、そうそう、すごいね、うん、和樹君自体は、まあ、役としてはそんな主役とかそういうんじゃないけど、うん、ちゃんと美味しい面白いポジションみたいなのになってて、うん、まあ、看板ですもんね、うん、和樹さんはね、まあ、さすがだなっていう感じで見てたんですけどね、たまたまなんだけど、うん、俺はそのね和樹くんが出てるから見に行こうと思ったんだけど、うん、たまたまなんだけど、うん、この芝居に、うん、SKE48 の高畑優希ちゃんと松本千佳子ちゃんが出てたわけ、うん、なるほど、そう、はいはいはい、はうん、アタゴンと近くも出てんじゃんと思ってじゃあ、うん、じゃあ別に、うん、そのアフタートークある回にしようかなっつって、公演後、うん、終演後その2人アフタートークあったんですね、のアフタートークがある回を予約して、うん、楽しみましたっていうお話、うんうん、なるほど。そのゴリさん、ハタゴンね。ハタユキね。ハタゴンと、うん、近く松本近く。ほら、チーム S のリーダーの。ちょっとわかんない。情報増やされても。ハタゴンと近子ちゃんが、うんうん、で、なるほどなるほど。まあ、よくね、うん、なんか奇妙さん一緒になんか出てる、ね、イメージありますけどね。よく出てるらしいね。うんうんうん、そうそうそう。びっくりしちゃった。俺も和樹くんが目的に行ったら、うんうん、まさかね、SKE の方からこっちに寄ってくるとは。なんか、ちょっとよくわかんなかったけど。それはあれですか、うん、いや、ナギさんはもともと好きなんですか、うん、その、ハタゴンとチカコちゃんは。うん、私は何度も言いますよ、はい。箱推しですので。ああ、そうか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 。そういうのも、もう、もちろんハタゴンのことも好きですし、チカコのことも好きです。応援しております。1期生の近子も、うん、ね、7期生のハタゴンも、うん、大好きです。わかりました。香川出身のハタゴン、香川、ジョンナランラジオでおなじみ。ちょっと待って、ちょっと待って、何ラジオ？ジョンナランラジオっていう。ジョンナランラジオ。FM 香川です。FM 香川。
すごいなんか今急になんか早口になってなんか AI みたいになってる。ああへえ。でね、はいはいはい、まあまあ大好きなわけですよ、うん、SKE が。いやね、初めて言うけど、はいはいはい、SKE っていうのが大好きなの。34年言ってますで、はいはいはい、まあとはいえ、うん、一応私たち、うん、お芝居の人じゃないですか。まあはいはいはい。だからいくらね、うん、大好きなアイドルだからといって、うん、やっぱこと、うん、芝居に出演となると若干、うん、見方が、うん、それは歌って踊ってるところを見てね、うん、とにかく勇気は何もないけど、うん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 、ことお芝居やられちゃうと、うん、まあまあまあ、こっちも何でもいいですよっていうわけにはいかないんですね、うん、はい、振りかこれは。まあだから厳しい目でちょっと見させていただいて、よかったね。いやいやいや、よく頑張ったね。おじいちゃんのね。特にその俺はちかこっていうね、松本ちかこちゃんっていう子がやってる役、はいはいはい、まああの役的に言うと、ハテゴンの方はまあヒロイン、うん、主人公だったので、はいはい、で主人公ではないけどちょっと重要な役で、ちかこがやってた役がすごく、まあ役どころとしてもいい役だったし、うん、すごいね、芝居も良かったんだよ。なんだ、こっちもいけんじゃんみたいなので、これはもっともっと芝居に出てほしいですし、うん、いろんな種類の芝居、うん、例えば、うん、そうだな、コントとかにも出てほしいし、うん、そしたらやっぱコントをよくやってる団体とかをね、見つけて、まあ、例えば、順風とかに出てもらって、ちょっと待って、ちょっと待って、そしたら、あのまあ、それにふさわしい、はい、あのネタを書いてあげなきゃいけない、はいはいはい、やっぱその子のことをよく知ってる子じゃないと、なかなかふさわしいネタって書けないから、まあ、じゃあ例えば、SKE に詳しい人誰かいたかなって言ったら、まあ、俺いやいやいや、でもいいよ、何にも言ってない、俺入ってもいいよ途中に順風が入ったけど途中に順風がなんか入ってきた順番にオファーが来た時にネタは俺が書いてもいいよって。なるほどなるほど、はいはい、家庭の話ね。そう、仮にの話、ね、いや、やめちゃくちゃ早い。これでもしあのもんめちゃんが書くとかになったら俺引き殺すかもしれない。何でだよ何で引くこと車で引き殺して、なんかもんめちゃん交通事故にあったみたいな、代わりに書こうか。いやいや怖、何ヘラなのかっていう。あ、よかったんだ。よかった。よかったんだ、うん、結局、まあ。しかも、はいはい、まあ、あのそれは最初から分かってたことだけど、はいはいはい、この2人は SKE の中では割と舞台経験ある方の2人なので、ね、うん、だからまあ SKE って、うん、ごめんなさい、本当にごめんなさい、勉強不足で本当申し訳ございませんけども、はい、舞台を主にやられてる方っていうのがいるんですか。そう、そういうそういう舞台、いわゆるお芝居の方、そうそう、お芝居の方とか、ね、メインって子は、メインって言えるほどの子はいないかな、うんうんうん、年に何回か舞台も立ちますよとか、うんうん、やっぱ映像系の方が圧倒的に多いってことなんですね。でも基本アイドルだから、はいはい、演技のお仕事っていうのはそんなにしょっちゅうあるわけじゃなくて、 あ、 そうなんですね、あるとしたらそうだね、はい、やっぱあのドラマにちょっと出るとか、はい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 、そういうのはある。あと、CM 的な、まあ CM だけどちょっと お話し仕掛けになってるやつとかにちょっと出たりとか、プチドラマ的なやつ、そうそうそう、あ、なるほど、そういうのとかは割と出てる子は出てるけど、はいはいはい、まあ基本はやっぱ歌と踊りとっていうのがメインだから。今そのこの人はそういうお芝居もうまいなっていうので有名な人っているんですか、その中だと。いやでもそういう意味ではハタボンとかは、あの、はい、実はこの子は落語もやるのね。落語、そうなの、落語やるんですか。そうなの、だからそういう何々寄せみたいなのにも一人で出てる。一人で出てるんですか。そう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 なのよ、すごっ。まあもちろんそのあれは第一線の寄せとかじゃない、いやいや、末広亭とか出てたりそれはびっくりする。面白いですけど、池袋演芸場出ますとかですよね。いやそれだけど、でも、はいはいはい、そういうのもやってるし、だから割といろんな、もうべしゃりがもうじゃあ、そう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 、キャラとしてはちょっとポンコツキャラみたいなのなんだけど、はいはいはい、でもそういう割と舞台経験は豊富だったり、そのハタゴンがヒロインで、うん、ちかこちゃんはだからサブヒロインみたいな感じだった、そうだ、ね、うん、けどちかこちゃんの方が今回は良かった。俺はね、俺はあの芝居良かったなと思って。何が良かったんですか、ん、何がどこがでもね、うん、普通に、うん、あの俺ね、これは別に SKE とかの話じゃなくなるけど、はいはいはい、やっぱ俺お芝居ってテンションが大事だなと思ってて、うん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 、テンションの使い分けでさ、うん、やっぱりいい演技、まあ、決して別にハイテンションならいいという話じゃなくて、うんうんうん、まあ
低いあのなんだろうな大人落ち着いた演技だとしても、うん、内側のこうテンションはちょっと高く維持できているとかっていう感じのバランスがなんかすごく良かったなと思って、うん、そうだからあの近くもだから、うん舞台割となんだっけな大きな名古屋の場合な、三園座とかでやるようななんか大きな芝居のちょっとした役とかには出てたことあったと思うね、確か。でも要はさ、やっぱし小劇場じゃん、言ったらさ、まあね、あの、うん、まあそんな劇場自体はそんなちっちゃいとこではなかったとはいえ、うん、小劇場の方がなんだろうな、自力が問われるみたいなとこあるじゃん、ちょっとは なんか担わされてるところが多いですもんね。大きい舞台だともう、ね、いい大作家と大演出家がいるからもうだからあの途中のダンスシーンとかでちょっと踊ってくれればいいよとか、あと記号として可愛い子をやってきただけでいいよみたいなことが多いじゃない、大味なことがね。でもやっぱそういうわけじゃなかったから、しかも鴻上尚史のね本だからセリフもそれなりにあるし、だからあのね、そういう意味ではああいうサイズのお芝居に出てちゃんと遜色なくできてるのはすごいなって。いや確かにそれやっぱバレちゃいますもんね、そういう自力みたいなの。演出家の方と最後、はいはい、その2人と演出家の方でのアフタートークがあったんだけど、うん、でその演出の宮谷さんと、はい、宮谷さん、その2人とのアフタートークがあったので、その時なんかもやっぱしメキメキ上手くなって、まあ、本当に最初の方はあんまだったらしいけど、やっぱ日に日にメキメキ上手くなってってるよねみたいな話をしてたし、でそのあの実際彼女たちもそういうサイズのお芝居はそんなにしたことないらしくて、もう奇妙の人たち の, その座組の雰囲気がすごく良かったみたいなことを言ってて、あなんかだからいわゆる小劇場の良さとかをちゃんと堪能したんだなっていうのもあって、なんかねそれもそれはそれで嬉しくなってっていうアフター、やめられなくなるぜっていう、そうあの実際また会う時は出たいですみたいなことをずっと言ってたしね。あそうなんですね。いやまたねそんなアイドルちゃんが出てくれたら、うん、まあ、そりゃ現場だって盛り上がりますよね。盛り上がったんじゃない、あので実際だから、あのその後にさ、はい、アタボンとかその近くのブログとかを読むと、はい、本当に今回の一緒にやった人たちを紹介しますみたいなんで、うん、そういうところにも和樹くんとか出てきたりするの。いろいろ教えてくださった和樹さんみたいなのが出てきていいな教える教えるいやマジで名古屋移住をまた考えたら、あやばいっすね、名古屋で舞台やってたら意外と近くにいるぞと思って、うん、これはこれはずっと名古屋を拠点にするしかないないやいいな、うん、アフタートークって、うん、え渚の時やって、渚の回がたまたまアフタートークあった回ってことですか、うん、いや、ね、全部やってます。何回かはあっただろうけどその2人はいはいはい、のアフタートークはその日だ。ああ、やっぱだから、なぎさんの他にも、SKE、うん。めちゃめちゃファン多かった。いや、そうでしょうね。うん、いやー、あのね、これはだから、あの、はいはい、それは当たり前なんだけど、はいはいはい、ちゃんと、うん、まあ、おとなしく見てたわけよ。声をかけたりしないでね。ただ、はいはいはい、結構、昔見たことある、それ SKE とかじゃないけど、はいはいはい、なんかこれ、昔見たことある商業演劇とかだとね、はい、やっぱしね、うん、多分ね、お芝居の見方が分かってない人っていてで、いつも通りやっぱ出てきたら、はいはい、なんとかじゃーみたいな声かけちゃうとか、はいはいはい、それこそ内輪だとか、うん、サイリウムだとかを持ってきちゃってるみたいなファン、ノリが分からずみたいなのがありますね。だから悪気は全然ないんだと、あのその子を純粋に応援したい、はいはいはい、俺来たよ、見に来たよっていうアピールをしたいっていうだけだと思うんだけど、うんうんうん、それ演劇ではそれやらないんですよっていうのがちょっとねあのあ見たことあるのそういうシーン。いやーでも難しいですよね、うん、だから正直ちょっとドキドキした、うんうん、そういう現場じゃないでしょうねって思ったけど、そこはねちゃんとしてたよかったよかった。でもハスキシーってそのアフタートークがあったからかもしれないけど、はい、きっとその日の客席ほぼほぼ SKE ファンだったんじゃないかってぐらい、 あと一応ね男の人の、うん、あの役、まあ、主役という意味ではそっちが主役なんだけど、はいはいはい、それも確かね、なんかね、アイドルなのかな、なんか、あまあ、イケメンさんだから、まあ、そっちのファンもきっといたと思って、みたいな感じだったから、で、しかも、そうそう、あのね、客席にね、斎藤真希子来てたの。斎藤真希子、うん、あの、ちょっと待ってよ、え、斎藤真希子SKE48 キャプテンの、ちょっと分かった、ね、支配人、劇場支配人の。
支配人そうよ斉藤真希子、うん、が来てたの。ああ見るよね。ごめんなさい。ちゃんと見に来るんだ。あ、そうなんだ。でもすごいっすね。すごいよ。いやへえ。もうあの斉藤真希子。あの斉藤真希子が、はい、俺も入ってきてすぐに気づいた。あ、真希子だと思って。ああ、もうちょっと客席ざわざわしてます。ずーっと目で追っちゃったもん。後ろの一番後ろの席だった。なるほどね。なんかもしかしたら他にもメンバーねいたのかもしれない、ね、あの別の日に、うん、今日行きましたっていうブログを上げてる子がいたね。なるほど。その日じゃなかったっぽいけど、すげえな。なぎさん的にはそういう普段の、うん、そうなんですかね、アイドルさんのこと どう思うって言ったんですけど、普段のそれそう客席に来ちゃってるところ、これは、はい、アイドル不安の、はいはいはい、なんつったらいいんだろうな、マナーと言いますか、うんうん、そこではやっぱ声をかけるべきじゃないし、あ、分かってる、なるほどなるほどなるほど、あの実際だから、うん、振り向いてる人とかちょっといたけど、まあ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 、誰もそこで、うん、わーとかはやらなかったし、そうなんだ、いや、やりそう、いや俺やりそうだな、あ、分かんない、うん、でもこれはもしかしたら、はいはいはい、その日だったからとか、うん、SKE の時だからか分かんないけど、基本なんかやっぱねまあ言っても名古屋のちっちゃい町で、はいはいはい、あの生活しているからさ、うん、アイドルとはいえ、うんうんうん、だからやっぱよく買い物行った先とかでファンの人に会いましたみたいなことはよく言ってるけど、なんか絶妙な距離で、まあ要は目があったら会釈とかぐらいはするらしいけど、まあ誰々だねとかって、うわ絶対来ないっつってたよ。すごっ、うん、よくできてる、うん、ちゃんとしてる、ちゃんとしてるファンが、うん、地元密着ってそうなっていくんですね、なんかね、うん、ファンもそうやって一緒に作ろうじゃないですけどね、そうそうそう、いやそっか、あとなんかこれはその客席の場合かもしれないけど、うん、やっぱしそれその日に関してはさ、うんうん、例えば普段は斉藤真希子のこと大好きだったとしても、うん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 、その日はハタゴンとチカ子を見に行ってる日なわけだから、うんうん、そこで客席の方ばっか気にしてるのは、うん、やっぱこの舞台上の人にも失礼だ。なるほどなるほどなるほど。なんかそういうのもあるみたいで。リテラシーが高えな。だからよくあるのはその劇場公演、あの、はいはい、SKE の舞台の、はいはいはい、SKE48 劇場での、はい、まあ、ライブを別のチームの子が見に来てることとかもあるのよ。あ、なるほどなるほど。まあ、でも見たいですよね。そういうところだ、うん、時だってその後ろの子の方ばっか気にするなんてことは絶対にないんですよ。なるほどね、うん、それもマナー違反だよっていう。そう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 、うん、素晴らしいファンチームでございます。そこら辺の、うん、なんかマナーというかはある、まあ、暗黙にあるみたいね。なんかそうなんだ。はぁ、SKE 凪さんのね、もうコーナーになりましたけどもね、毎月のこれだから言ったことあるかな俺、うん、あの、はい、SKEの楽曲だらけ音楽劇を作りたいなって思ってて。え、ないっすよ、初めて聞いた。あ、本当にとかないか、はい、すごっ。一回マジで台本書いて送りつけてやろうかなって思ってた時期もあったの。ああ、いいじゃないですか。一回なぎプロで、うんうんうん、あのピノキオ軍対天狗党っていうお芝居があって、あれって分かる人は分かるんだけど、はい、全部 SKE の曲が要所要所に流れてたの。分かんねえ、見たけど多分これあのアンケートいただいた中に1枚だけ、はいはい、全部 SKE でしたねって感じ。どの人だったんだろうって。なるほどね。いやでもなんかもしかしたらそういうのもね、だからそれこそあの和樹さんとか方面からね、うん、なんか全然こういうのあるんですけどみたいな、ね、なんかちょっとね、うん、ぜひぜひ和樹くんを通して、うん、俺の名古屋進出の日をね、ね、楽しみにしていただきたい。え、実際、うん、実際、うん、ごめんなさい、長くなっちゃってますけど、実際、うん、オファー来たらどうするんですか。なんかない話じゃないと思うんですけど、うん、ない話だよ。いやいやいや、もし本当に来たらどうするんですか。受けます。受けるよ。それはやっぱ、あの、いや脚本ってことでしょ。そうですそうです、もちろん受ける。ああ、それはもう受けるんだ。全力で声がでかかった。全くない。え、なんで断るかもしれないことってある。いやだからそのもう見てたいというか、あ、不安じゃなくなっちゃうみたいな。そう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 。あ、まあもちろん、うん、それも、うん、ないではない、その気持ちもないではないけど、うん、はいはい、でもやっぱなんか、ね、仕事で関われるのもやっぱ幸せなことだなって思うし、うんうん、まあまあそうですかね、うん、なんか全然その SKE のこと知らない人に適当に書かれるぐらいなら、はいはいはい、絶対俺が書いた方がいい。なるほどね。他のやつに書かれるぐらいだったら俺が書くっていうことですね。本当よ。
聞いてますかこの熱意届け届けこの思いというわけで、はい、ありがとうございました。また来週。渚清水と平野健介の割と本気です。